空城城太郎、娘がお前の弱点なのだ。もう決して立つな。一撃だけだぞ。これでお前は両腕を失った。何か。お前は毛だ。よすんだ。君は一体。自分を知れ。あると思うのか。光一君に僕のことを調べさせていたのは。お前には最初から勝っていたからな。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよね。あんたは果たして滅びずにいられるのかな。私は生まれたものさえ手に入ればそれでよいのだ。お前はそのために この昇りゆく朝日よりも明るい輝きで道を照らしている。一度でいいことを二度言わなけりゃいけないってのは、僕のゴールドエクスペリエンスはとにかく成長できた。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。相当の覚悟を持って臨んできたようですね。だが射程距離内に負けていたぜ。ハマっちまうとは結構恐ろしいやつだったぜ。あんたから受け継いだ力は僕の夢のために利用させてもらう。そいつが頭が悪いってことだからです。そんなに僕のことが気になるのなら自分で来ればよかったんですよ。来たところで無駄だったみたいだけど、こういう時が来るのを待っていたような。そんな美味しい話がすごく嫌な気分だ。お前は踏み込んでくるんじゃない。そこだ。メイドインヘブン。踏み込んでおかなくては。完全なる死の忘却に。これがレクイエムだ。お前が見ているものは確かに真実だ。確かにお前の能力が実際に起こす動きを見ている。しかし実際に起こる真実に到達することは決してない。私の前に立つ者はどんな能力を持とうと絶対に行くことはない。これがゴールドエクスペリエンスレクイエム。呪われているくせに生存していられるのか。くどいようだが僕に近づくな。たったそれ一つだけだ。お前の行くべき道はゴールドエクスペリエンスをお前の頭部にぶち込む。無駄。ぐう。素数を数えろ。素数は孤独な数字。素数を数えて落ち着くんだ。2、3、5、7。困る。とても困るんだ。
私の邪魔をされるのは困るんだ。完全なる死のだって救われないものなの。呪われているくせに。はっ。11、13、神が望んだ我が能力を称えるの。真の幸福とは何か。17、19、もう誰も私には追いつけない。まさか。やれやれ、冠みてえな頭しやがった。マジで危ねえやつ。そんな格好するなってことだ。さあどうした。くだらねえ髪の毛の話なんて後にしな。なんだと。目つけられるのが嫌なら。やめろ。君を目覚めさせ私が使いこなすだけだ。君の方から私の方へ来てくれるのか。興味を示してくれたか。23、お前は間違っている。29、これで君の世界。31、共に旅立てるぞ。37。やつはもうどこへも向かうことはない。無駄なんだ。こうして今のお前を見ても幸せなんか全然感じないぜ。射程2メートル以内の近距離パワー型、一瞬早く叩き込めば確実にとどめを刺すことができる。さらに先に進めなくてはならない。これからどこへ行くのか。私はこれで全ては幕を開けるのか。それ以上私に知った風な口を聞いてんじゃない。無駄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